Thank you.
スロードの一番有名な曲じゃないかな、デパーチャー歌わせていただきました。小室さんもなんか私たちがライブするとき何かとなんか話題になって、今もちょっと話題になってますけど、なんだろうと思ったらちょっと聞いてください。まあ、本当に過去の曲を聴いて、あの時頑張ったなとか、あの時なんか頑張ってたなとか2回言ったけど、そういうなんか思い出をなんかこう振り返るのがなんかタイムスリップって思ってたんですけど、最近なんか振り返ってそこから力をもらって、なんかまた前向いていこうっていう風に今日のステージで思えたので、そういうステージにしたいなって思ってます。そしてこれからは今日はちょっと違ってレイキン君にバトンタッチをしたいと思います。お楽しみに。先生どうもよろしくお願いいたします。今までちょっと自己紹介してなかったんで、ここでちょっと自己紹介をさせていただきます。ありがとうございます。私横浜で妖怪なんですよ。マッカーサーではないんですね。妖怪やってます、新高と申します。縁あって、このタイムスリップにサポートとして、入っております。ちょっと今日はちょっと趣向を変えましてですね、私がメインを取らせていただきます。緊張しますね。頑張れ。で、ちょっと今日こういうスーツみたいなの着てみたんですけども、パツパツで足が上がらないんですよ。ベルトも忘れちゃったし、なんでちょっと頑張ってみます。はい、コストですか？コストじゃないです。はい、スーツカンパニー。え、何ですか？スーツじゃなくてですか？あ、妖怪です。妖怪。